こんにちは、萌えです。今日はですね、コットンキャンバスにアクリル絵の具でメタリックなバルーンを描きたいと思います。で、メタリックなバルーンっていうと風船なんですけど、風船って言ってもまん丸の普通の風船じゃなくて、ちょっと何年か前に流行ったアルファベットとか数字とかのバルーン、ピカピカしたバルーンあるじゃないですか。ああいう感じのバルーンのことです。で、以前、私の自分のロゴをメタリックのバルーン風に描いたっていう動画も上げてあるので、そちらも見てもらえたら嬉しいです。その時は、シルバーのバルーンだったんですけど、今回はゴールド、金色のバルーンを描きたいと思います。で、今回の見てもらいたいポイントとしては、どうやって金色を出すか、ゴールド色を出すかっていうこと、そして、筆の細い筆の使い方、あとはコントラストとかそのリアル感の出し方ですね。そこを見てもらえたらと思います。で、これも描き始めて色塗り始めていますが、この前に、後ろは真っ白にしたいので、キャンバスの白の上にちゃんと絵の具で白く塗っています。全体的に白く塗ってから、ちょっと見えにくいですが下書きをいつも通りシャーペンで描いて、描いてます、塗ってます。で、今回その、どうやってピカピカ感を出すか、このどうやってゴールド感を出すかっていうことなんですけど、ゴールドの色っていうのが結構難しいと思うんですよね。で、ただ今回使ってる絵の具は、4種類しかありません。4色しかないです。何色かというと、まず白、そして黒、白黒はもう常にいつでも使いますね。白黒、あとは黄色、そして赤です。この4色で描いていきます。で、今、一番最初に塗っていた色が黄土色みたいな感じなんですけど、これは描いてる人わかるかなと思いますが、何を混ぜたかというと黄色をメインにして、ちょっとだけ赤を入れてオレンジっぽくしたところにほんの少し黒を混ぜています。で、そこの濃い部分、まあ広い面積の部分から塗ってから、どんどんこう色を埋めていく感じですね。そんな感じで進めていきます。で、このメタリックなピカピカの、ものを描くときにポイントとしては、同系色を使うということです。まあ、その例えばバルーンがもしかしてなんかオーロラ色みたいな7色の色に光るようなものとかだったら、ちょっと話は変わってくるんですけど、1色のバルーン、1色でできてるメタリックなバルーン、例えばこういう金色とか、あとはシルバーとか、もしくはなんか真っ赤っかだけど、ちょっとメタリック風な真っ赤の色とか真っ青な色とか、そういう同じ一色のメタリックの場合は、最初から最後まで同じ色の絵の具で、描くことをお勧めします。当たり前じゃんって思うかもしれないんですけど、同じ色っていうのは、まあ、なかなかないかもしれないんですけど、暗めのところにちょっと青入れてみようとか思って、ちょっと青入れて、例えばまあそれでもいいんですけど、青入れて、でも明るいところには青を一切入れないとかなると、ちょっと色味が変わってきます。なので、ピュアな一色の色を表したい時には違う色を入れない方がいいかなと思います。ただ別にその自分でここの辺ちょっと青入れてみようとか、ちょっとピンクっぽくしてみようとか、そういうのは全然いいと思うので、今言っているのは、ピュアな本当に一色でできた、バルーンを描いてるって思わせたい時に、やった方がいいっていうことですね。で、ここも例えばその暗いところだったら、この4色使ってるって言ってた、黒、真っ黒、一番暗い部分は真っ黒のみ、そして次に暗いところ、真っ黒ではないけれどもすごく暗いところっていうのは、オレンジを作って、まず赤と黄色でオレンジを作って、そこに黒をいっぱい足して茶色くして、黒に近い茶色を描きます。そしてそれがどんどん明るくなるにつれて、そのオレンジ色に、入ってる黒の量を少なくしていく。
そして、明るくなってきたら、オレンジだけ、その黒を入れない赤と黄色だけを使う。でそこからどんどん次は黒じゃなくて白を足していって、明るくしていくっていう感じです。ただゴールドの場合、綺麗なピュアなオレンジを入れてしまうとちょっと色味が変わってきちゃう気がするので、私の場合は、オレンジ、はっきりとしたオレンジは入れずに、若干ずっと黒混ぜた黄土色っぽい色を入れてます。そうした方が、ゴールド感が出るかなと思います。ただ、それに明るいところにもね、黒を入れちゃうと濁った感じになっちゃうので、明るいところは、黄色を強めにして、そこに白を足してすごく明るい感じ、黒が混ざってない、濁ってない感じを出します。ちなみに使ってる筆、今回は多分2本ぐらいしか使ってないかなと思うんですけど、一番細い筆は先の方はもう、何ミリかな、3分の1ミリぐらいのものと、もう一つは先が1ミリぐらいで、長さはね1センチぐらいのやつですかねを使ってます。なので、広い部分、そこまで細かくない部分はこの1ミリとかの部分、もので使って書いて、すごく細い線とか、細かいところは一番細い筆で書きます。でこれもポイントなんですけど、筆の使い方、あんまりこのギュッと最後まで押し付けて書くっていうことはそんなにないんですけど、今回は、なんていうのかな、ちょっと書道をする感じ、書道の筆の感じで書いたりもしてます。この先の細い部分を使って、そこからこうお尻っていうのかな、こう筆の根元の部分までギュッと押して跡をつけていくみたいな書き方もしてます。で、一番細い筆、なんでこんな細い筆がいるのって思うかもしれないですけど、メタリックなところ、例えば光ってる部分、こう曲がってる部分とか、真っ白い部分と、黒い細い線がある部分、ここを結構きっちり描いた方が本当にリアルに、メタリックに見えるので、こうギュッとシワになってる部分、そこが大事になってくるので、ここが太く なりすぎてしまうとたまにね、リアルさが出なくなるので、ここは、細い筆で書くことが大事かなと思います。
できました。このメタリック風なバルーンの絵を他にも描いてるので、そちらもインスタグラムと他の、動画もチェックしてもらえたらなと思います。いつもいいねボタンとか押してくれたりコメントをくれている方ありがとうございます。いいねとかコメントもらえるだけですごくモチベーションが上がるので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録してもらえると嬉しいです。ではまた次の動画で、バイバイ。